市民メディア宮崎 CNN のニュースの時間です。キャスターの宮崎太郎です。9月2日宮崎市の宮崎港に海上自衛隊の護衛艦朝雪が入港しました。2日午前中に歓迎式が行われ、午後から一般公開が始まりました。護衛艦朝雪は護衛艦隊第13護衛隊所属で、母港は佐世保です。基準排水量は3050トンで、定員は200人。ハープーン艦対艦ミサイル4連装発射装置、74式シーアスロック8連装発射装置などを装備しています。平日にもかかわらず、多くの見物客が詰めかけました。その模様をご覧ください。
でしたか？この護衛艦が実戦で使われることがないことを祈るだけです。この一般公開は9月4日まで行われます。市民メディア、宮崎。CNN のニュースを終わります。宮崎太郎でした。